皆さんこんにちは、野球女子の桜子です。とですね、4ヶ月ぶりに外に来て野球をしているんですけれども、この4ヶ月何があったかと言いますと、浮気症の向こうが浮気症の向こうが他の女の子と撮影ばっかりしていて呼んでくれません。なので今日は向こうさんを呼び出したいと思います。で、2つ目の怒っている理由が、向こうさんに、呼ばれたパワスピなんですけれども、受かることができませんでした。3つ目、父親と野球中に喧嘩しました。なので今日はストレス発散しに野球しに来ました。やってんねもう喧嘩どうも、荒川109の向こうですよろしくお願いします。お前なんか、はい、なんかちょっと痩せちゃったんじゃない？大丈夫？そうですね、向こうさんが呼んでくれないストレスです。いや本当に4ヶ月ぶりなんですよ最後にあの名手じゃないやってね、やってね桜子がですね、最後に出たのはあのカリンのマウンドの試合やんな、はい、木更津でやったみんなとね、あの、うん、あれで先発で投げてくれたんですよ実は、はい、それ以来の、僕のチャンネルに出演というか、もうほぼ野球やってなかったらしいんで。野球やってないです。何やってたの？なんかさっきなんか理由なんかグダグダ並べてたなんかまあ仕事、はい、仕事、うん、筋トレちょっと、マジかちょっと痩せましたよね、はい、本当ですか、うん、スタイリッシュになってますよね、うん、嬉しい。でもやっぱこの辺はやっぱ相変わらずすごいけど、はい、なんか顔がちっちゃすぎてやばいなっていう、うん、アンバランスでやらせてもらってるんで。いやじゃあ今日何なんかちょっとストレス発散したいって言ってたけど、はい、どうする今日桜子？ロンティーしたいと思います。桜子のロンティーってあんまり久しぶりですよね、見てないですよね。てか実はあんまり俺のチャンネルで出してないかもしれないですなんかね、あの一回なんか誰かとコラボした時に、あ、そうですね、あっちから、そうそう、あそこでやったんだけど、今日はもうあの桜子のためにちょっとね、はい、ここ貸し切ってるんで、まあ桜子ならちょっとあそこ映せますか。あそこ今あの鳩とかカラスいるんですけどあそこまでだいたい85メートルかな。で、あの上がフェンスめっちゃ高いんで、あれ超えたらもう100メートル級っすね。だからそこをちょっとまあ目指してもらうかっていうね、はい、まあでも桜子レベルだったらやっぱ変直はいけると思うんでね、ちょっと今日はあのなんかさ4ヶ月分の、はい、うん、ストレス発散かな、はい、うん、晴らしたいと思います。で俺もともとあの桜子元カノ設定なんでねそうそうそうね、あの一時期彼女設定だったので、そうですね、はい、なんかちょっと久しぶりの復縁ということでね、はい、ちょっと絶縁してましたけど。あ、じゃあいいんですか、あの向こうチューンカップルは。向こうチューンカップル、いや向こうチューンカップルはまだ続いてるから。あ、そう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 、じゃあ浮気ってことで今日1日だけそうそう、あの今日ワンナイトだけ OK ワンデイワンデイ今日ワンランチだけランチだけ OK、はい、じゃあちょっと今日聞かれていくぞ、はい、よしお願いします。やってね、やってね、やってね。いく。音すご。よくこの角度ですね、見るのは。あ、本当ですね。はい、そうですね、バッティングセンターの。滑りはしてました。一応豆は健在です。マジか。はい。いた。砂石ですか。いや、ボールあの再現してみました。ストーリーを再現してみました。お兄ちゃん足当たったやつ。いて。珍しくあの玉木ちゃんも来てくれたんでね。はい。はい、なんかあのね、ストレス発散に付き合ってほしいということでね。玉木ちゃんも呼ばれたよね、昨日電話してた。うん、急遽。なんか電話してたよ。はい。なんか桜子と。明日なんか急遽向こうさん呼び出せたから、なんか今日このグラウンド来てって言われたらしくて。そうなんですよ。仕事休んでくださいって。どっちが先輩なの？一応私です。そうそうそう。だけどせっかくなんでね、玉木ちゃんもね、あのストレス発散にね来てもらったんで、一緒にストレス発散しようね。はい、ありがとうございます。ね、玉木ちゃんストレスないかもしれんけど。あんまりないです。ね、でも似合うね。可愛い、はい、高いですけど、なんかカレーシャツって言うんでしたっけ、こういうの。あ、確かに。ちょっとなんかこれでかいよね、可愛い。じゃあちょっと今日桜子応援しよう。はい、よし、じゃあ桜子気合いでいこう。よし、はい、お願いします。よろしくやんないんだよろしくさっきやったさっき違う、さっきやってないです。さっきやってないから。ゆうぱー、そこでいいんか。え、あいつどこにいんの？めっちゃ手前です。あいつレフトのめっちゃ目の辺やん。レフトより前います。うわ、嫌味なんか。あれ、あそこまで飛ばしてみろみたいな。頑張れ桜子。よっかかってるし。切れる動画作るか。あり。確かにユーポンに切れる動画作りたいですね。超怒るドッキリします。泣きそうですよね。いや、絶対ユーポンでできない。
おお。イエーパーン。イエーパーン。だから言ったじゃん。打球いい。打球いいっす。見たら素晴らしい。よっしゃ。え、触れてんね。これレフト行って上がったら入るんじゃないですか。はい。行けそうですね。行けそうな。おーいいね、あー来た、うわー、そういうのそういうのそういうの、これはママ、うわー、おー、そういうのそういうのそういうの、これはママ、めっちゃすごい、めっちゃ内から低弾の低弾の弾道めっちゃいいよ、すごい、はい、そう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 、いや、いけるよ、今のもちょっと上げる感じ、そうそうパッといけると思う、うん、いいな、おーい、おお。打球良い。曲がれない。超左中間ですね。あれ左行ったら当たってる。当たった。はい。はい、あれだ。おいで。おいで。で。やばい。さっきの満着が限界だったんです。いや、多分もうちょっと角度変えれば。角度変えよう。あ、角度いいよ。ちょっとしゃべる。ワンバンツーバンぐらいで届きますね。なんかオーバーしそうな気もしますけどね。本当ですか？はい。頑張っちゃいますか、はい、角度さえついちゃえばもう、そうですね、ちょっと弾道今低いんで、はい、そうですね、もうちょっと上げていきたいと思います、お願いします、角度どんな感じですか、ここから正面から投げるから普通にそうそう引っ張る感じ、よしちょっと玉木さんから応援コメントいいですか、はい、あ、なんか私の応援が足りなかったみたいで、ちょっと次は全力で応援したいと思います、はい、頑張れ、大谷翔平も言ってた、なんて歓声が足りない、あ、ごめん、確かに確かに、じゃあ後ろから歓声、映画見たんだ、はい、分かった、ちょっと一回一回キャッチして、映画見たんだ、そうなんですよ、映画、いやでも惜しいですね、そうこれですか、あったんで、あそこまで行くんだったら、出ますよね、はい、しかも無敵なんでしょ、OK、はい、あっ、行くぞ、はい、そう、おお、ワンバン、惜しい、やっぱ角度の問題でしたね、はい、しし惜しいね、今のめっちゃいい、上げてこ、上げてこ、引っ張った時に弾道惜しい、そう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 、そう、今の前やね、ゲッパー、今の前ね、あ、そう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 、そう、今の前やね、ゲッパー、今の前、ほんと危な、満足4本、3本ぐらい、うん、3本目、真横に落ちましたよ今の、ま、間が良かった、はい、工藤監督にも褒められました、パースピー落ちたけどそうなんだ、まあ、まあ褒められた、はい、あの動画見返したら褒められてましたマジか、あの子間がいいね、はい、はい、あー、もうごめん、なんだっけ、タイカップ、あー、なるほどね、頑張れ、来た、行け行け、うわー、行け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 、来た、おお、行け行け、うわー、おー、すごい、やったー、すごい、先着行きました、タイカップに変えた瞬間ちょっとあの中段まで次行きたいですね、はい、あの中段、あそこ行こう、まだあの桜井さん、ハト逃げてないんで2匹、ハトユーパン、ハト散らすから気をつけてハト、上上上、よし行くぞ、おい、冗談、中段行こう、中段、頑張れ、結構飛んだね今、今良かった、そう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 、上がっちゃった、オッケーオッケー、マネ、かわいい、やべえな、マジはい、マネ、ま、はい、はい、そう、え、いや、これちょっと擦ったけど、うお、うわー、そう、え、いや、これちょっと擦ったけど、いや、いったと思う、うお、うわー、10番いった、めちゃ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 、やったー、すごい、やばえぐ、すごいわ、ハロー、ちょっと携帯危ないですね、携帯危ないですね、やっぱり暗くなってきました、暗くなってきました、やばいですね、すごい、ラスト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 一発いったら、よいしょ、いいんじゃない、えぐいぞ、打球取れてるかな、行きます、はい、そうそう、行くわ、これですよ、これですよ、あー惜しい、ちょっと惜しい、惜しい、でも引っ張り、うん、いい打球がいい、そう、いや、いい、伸びてる、いい打球だ、イエーイすごい、連着連発、すごい、やったー、
今の完璧でしたね。はい、じゃあここら辺で終わってください。はい、余裕だね。もうすっきりしたとこで。やばいっすね、はい、俺男並みっすよね普通にちょっとやっぱフラストレーション溜まってたんですね4ヶ月ね、はい、なんかすまのせいですよ。すいませんでした本当に。はい、ウィナー、イエー、わき汗かいてる。ラホーラホーみたいな。ラホーちょっと今のちょっとカットで脇、これ脇道の人からしたらちょっとね。あ、藤井さん、藤井脇道だから、あれだけ自分の力で飛ばせるってやっぱすごいね、はい、いやちょっと桜越え、向こうで1本しかホームラン打ったことないんで。1本柵越えしたっけ。柵越えじゃなくて乱砲なんですよ、夢の島で。うーん、大変まで。 あった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 、1年で、はい、1年半ぐらい前の、はい、懐かしいな。なんでちょっともう1本今年早く打ちたいですね。ね、ちょっと野球に来てもらってね、はい、今後誘いますので、はい、お願いします。西新井みたいですね、ホームラン。じゃあちょっと田渕さんも打たせますからね、はい、なんで桜子もトス得意、トス苦手です。え、マジボール拾いします。いや、マジで余裕で多分超えると思うんですよ。でこれ全然超えると思う。なのにちょっとごめん、なのにあそこ守ってたら後ろ行けって言ったのに前行きましたからね、まだ、はい、で今度は煽りのようにもう真後ろ張り付いたからなんか張り付いたからいいかな、張り付いてだんだん前来てたからね。ちょっとアッパースイング気味で。はい、じゃあ桜子守備行くか。はい、守備行きます。桜子のなんだっけ、ストレス発散に付き合ってるんですけども、はい、まあ、やっぱりね、僕らもストレス溜まってるんで、はい、ちょっと出してもらえますか。頑張ります。ちょっと桜子超えれるように。そうですね、冗談当てちゃいましょう。無理ですね。一回右手でキャッチして、声出してあげる。ユーポントス下手なんです。え、マジですか。はい、俺やった方がいいか。オッケー、よし行こう。いきます。アッパーね、アッパー、はい、1、そう、いいよ、いけるぞ。ちょっと待って、ユーポン、1、そう、さあ、いい、これでどうだ、これで 1、 さあ、いい、おお、これで1、2、3、4、3、3で、3、そう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 、上がんないんだよな。おお、いいね、いいよ、芯に当たってないですよ。わあ、そう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 、ナイス、今ぐらいで引っ張り欲しいです。はい、で弾道上げるみたいなのあった。ああ、オッケーオッケーオッケー、上がっちゃう。今度は振り切ってみる、最後まで。そう、そう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 、それですね。そのぐらい強く。はい、さあ、今の、はい、今の公式打ちですね。はい、公式っすよね。ね、え、超さ、もう天に突き刺すぐらい。天に突き刺すぐらい。これがめっちゃアッパーでいきます。一回。よし。全角だと。さあ。お。これからだ。どうだ。どうだ。いいじゃない。いいですね。やばいですね。いやでもロンティーあそこまで飛べばピッチャーの球だともっと飛ぶと思うんで。本当ですか。はい、いいですね。熱い。桜子やっぱすごいっす。桜子には呼ばないっす。確かに桜子立てとかないと。そうか、桜子の力。やっぱ桜子がどれだけすごいかが多分今のでは勝ったと思います。でもタマキちゃんとか普通の女の子はやっぱね、ワンチョクとかツーバンが多分限度だと思うんですよ、はい、やっぱあいつパワーケースは、はい、あれかなわないっす。本当にマッチョでしたもん。あとでちょっとマッチョのポーズしてもらいたいです。こういうのやってこそ、ね、ウェイトリフティングみたいな、ね、疲れた体には体にピース、体ピース。やっぱな、玉木ちゃん桜子やばいわ。桜子かなわないっす。いや負けも、やばいだって中大行ってましたよね。はい、もう、はい、上から2番目くらいでしたよ、ね、でもやっぱ男の人はこれ越してるのすごいなと思いました、うん、いやぶっちゃけた藤井とかも超えないから。本当ですか。藤井1球超えたから、藤井できるやから。ユーポンじゃ絶対フェンチョク行かないんで。ユーポンだって細すぎますもん、私より。確かに細い。腕だってユーポンのふくらはぎ、私の腕やから。いやでもやっぱ桜子はちょっとね、元気さが戻ってきましたね。はい、さっきまでなんか目死んでましたけど。あとなんか元気になりました。あとはなんか台本あるとやっぱ苦手ですね、桜子。そうなんです。俺だってパワースピの動画もめちゃ引きつってて、俺笑いましたもん、桜子。超真面目になってます。綺麗な、綺麗事だ。桜子ありがとうね、今日。ありがとうございました。そう、触ったでしょ。ありがとうございました。今後も応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。桜子も玉木ちゃんも全部
もやってますインスタフォローお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた後日。皆さんに告知があります。7月1日土曜日、京都の若狭スタジアムにて女子野球漫画カリンのマウンドプレゼンツ西欧向こうず VS 関西女子野球軍団のスペシャルマッチを開催します。向こうず史上初の有観客試合となりますので、足を運んでいただきたくさん応援してください。試合後にはファンイベントを予定しております。選手たちとの写真撮影会や素敵な豪華賞品が当たるかも。4月1日どうぞよろしくお願いします。